ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマは最もボスボロットが活躍したランキングトップ10よ。ボスボロットとはマニアックだな。ボスボロットといえば、スパロボの中でもひときわ異彩を放つキャラクターよね。弱いけどなんか憎めないキャラでファンからも愛されてるわ。スパロボシリーズでは、そのコミカルなキャラとしての特徴を活かして、様々なシーンで活躍してるわね。存在感がすごいんだよな。出てくるシーン大体濃いぜ。印象に残る場面が多いわよね。スパロボオリジナル要素も多いし、今回は一応作品別でのランキングなんだけど、強くても連続参戦で性能に変化がなかったり、マイナーチェンジにとどまる場合はまとめて紹介することもあるので、ご了承お願いするわ。というわけで早速ランキングを見ていきましょう。第10位はスーパーロボット対戦 EX のボスボロットよ。スーパーファミコンのスパロボか。だいぶ初期のやつだな。EX といえば異世界に召喚されるんだったっけ？そうよ。指定世界ラギアスね。ボスボロットといえば補給装置付きのイメージがあると思うんだけど、初めて補給装置が搭載されたのがこの EX よ。ええ、もともとはなかったんだな。どういう経緯で搭載されたんだ？現地のシテドニアス軍がつけてくれたそうよ。ボロットは他に使い道がないからって。泣けるぜ。そんなわけで補給ができるようになったんだけど、マサキのショーでは他に補給ユニットがいないから、普通に役に立つわ。この頃って武器の EN 消費激しいもんな。サイフラッシュやハイメガキャノンを連発するなら必須ね。ただ戦闘面には期待しない方がいいわ。射程は1しかないし空の敵にも完全無力。耐久力もないから油断したら即落とされるレベルね。昔のスパロボってその辺甘くないよな。なんとか生き残って舞台を支えたいわね。第9位はスーパーロボット対戦 D のボスボロットよ。スパロボ D といえば地球が消えるやつだな。この作品でのボスボロットはどんな感じなんだ？今作は他作品では隠し武器として採用されることもある。ボロットプレッシャーパンチが最初から使えるわ。ウィンキースパロボ時代は射程位置で敵が離れてたら反撃できなかったけど、これのおかげでだいぶ使いやすくなったわね。ふむふむ。それは確かに助かるな。あとはスペシャルデラックスゴールデンデリシャスボロットパンチが効果力というのに加えて、なんと、今回は合体技があるのよ。なんだって？ボスボロットに合体技があるのよ。ボスボロットとロボットジュニアの合体技で、その名もボロットホームランよ。ロボットジュニアがボスボロットの頭をバットで打ち込み、敵にぶつけるユニークな技だけど、ボロットのコミカルさが際立っているから見応えありよ。おお、これはプレイしてチェックしないとだな。面白いだけじゃなくて攻撃力で長射程、クリティカル補正まで高い実用性のある武器になってるから、ぜひ使ってみてね。第8位はスーパーロボット対戦系よ。いろんな意味で話題になった作品だな。今回のスパロボのボスボロットはどんな感じなんだぜ？地味に陸敵性は S と性能も良く、瞬間最高火力だけを見たら強化前のマジンガー以上ではあるけど、まあいつも通りというかボロットらしい能力に落ち着いたって感じね。一時的でもマジンガー Z より強いってのはすごいな。スパロボ系からパートナーバトルシステムが導入されたんだけど、ボスボロットは弾よけに使っても強いし、武器もすべて気力低下効果がついているから援護役として便利なのよね。うまいこと運用すれば活躍できるってことなんだな。そうなのよ。今回ボスがストライクフリーダムを受け取る前のキラを、ボロットに乗せようとするんだけど、キラが乗れば少しは強くなるかも、と言って周囲にあっさり否定されるというちょっと笑えるクロスオーバーもあったわ。最高のコーディネーターが操るボスボロット、ちょっと見てみたいけどな。第7位は新スーパーロボット対戦よ。リアル闘神の珍しいやつだな。そうね。この作品で紹介するのは厳密に言えばボスボロットではないわ。ん？どういうことだ？ボスボロットではない？ええ。紹介するのはスパロボオリジナル機体。その名も、スーパーボスボロットよ。ええ、スーパー、ボスボロットよ。ちょっと衝撃的すぎるな。この機体はどういう経緯でできたんだ？ボスが3博士に宇宙で戦えるように改造してもらったみたいね。ああ、ボスボロットは確か、機密性がバガバだから宇宙マップ出れなかったんだよな。金魚鉢みたいなのつけただけに見えるけど、それでなんとかなるものなのか？そこはなんとかなってるとしか言いようがないわね。ちなみに機体デザインは、ダイナミックプロからお出しされた由緒正しきものらしいわ。それは納得するしかないぜ。気になる性能だけどスーパーってつくだけあって、従来比でだいぶ強くなってるわ。そして、最大の特徴としてなんとマップ兵器を持っているの。嘘だろ？スーパーデラックスミサイルという大型のミサイルを発射するものなのだけど、威力は申し分ない上に作中唯一の着弾指定型ということもあって、普通に強いのよね。
ボスボロットとは思えないほどの殲滅力よ。聞けば聞くほど意外な性能だな。今のところ新スーパーロボット対戦にしか登場してないから、プレイする際はその活躍を存分に楽しんでほしいわ。第6位はスーパーロボット対戦アルファガイデンよ。アルファガイデンか。確か前作アルファからシステム面がだいぶ変わったんだよな。そうね。援護攻撃や援護防御が追加されて熱血、魂のダメージ倍率に調整が入ったわ。この頃から戦略性がより増したって感じね。それで今回のボスボロットはどんな性能なんだ？今回は必殺のスペシャルデラックスゴールデンデリシャスボロットパンチがかなり強いわね。フル改造時4900の威力で射程4の P 属性。弾数無制限で打ち放題な上にクリティカル補正プラス 50% という、かなりの高性能よ。ええ、だいぶ使いやすそうだな。ええ、それと強化パーツも4つ付けられるから、ミノフスキードライブなどで弱点を補ってやれば、毎回大ダメージを叩き出してくれる、強力ユニットになるわ。おお、援護にも使いやすそうだししっかり活躍できそうだな。第5位は第2次スーパーロボット対戦アルファよ。アルファガイデンに続いてアルファシリーズからランクインか。本作は初めて招待システムが追加されたスパロボね。招待システムって、何なんだぜ？出撃が機体単位じゃなくて最大4機編成の招待単位になったものよ。より多くの機体が出撃できるようになって普段使わない機体にもチャンスが来た感じね。それは戦略や戦闘の幅が広がって面白そうだ。この招待システムの自由さのおかげで、招待編成に時間をかけすぎて、ストーリーが進まないプレイヤーも続出したみたいよ。今回のボスボロットはどんな感じなんだ？今回はグレートマジンガーのボスボロットとしての登場で、BGM も俺はグレートマジンガーになっているわ。スパロボオリジナルのパンチ系武装がごっそりと削除され、代わりに原作のボロットらしい攻撃のボロットダイナミックスペシャルが追加され、他シリーズよりもそれらしくなった感じね。グラフィックも単色でよく似ている上戦闘アニメがものすごく動くので必見よ。より原作よりになったってことか。戦闘アニメもまたパワーアップした感じでこれは良いな。ちなみに今回は精神構成の変更によってバリバリの戦闘屋に変化しており、弱点の地形適応の悪さも育成の導入により克服可能となっているため、戦力としても十分に通用するからより強く感じるわ。サブパイロットの抜けと無茶二人が補助系の精神コマンドを習得するから、従来通りサポート要員としての活躍も可能となってるわ。補助系の精神コマンドが増えるのは素直にありがたいな。基本スペックは低いものの、招待システムで重要な補給装置があるのでいつも以上に有用なユニットって感じね。毎ターン招待前期の EN を最大値の 10% 回復はありがたいわ。必殺技のボロットダイナミックスペシャルも、必要気力が高く一度しか使用できないものの、全体攻撃としては最強の武器だからぜひ使って体験してほしいわ。最強の全体攻撃のボロットダイナミックスペシャルか。ボスボロットがどんなに強くなっているか気になるぜ。あと、続編の第3次スパロボアルファ終焉の銀河への方は、そこまで変わらないからここでの紹介は省くわ。了解だぜ。続いて第4位はスーパーロボット対戦ネオ。Wii で出た 3D のスパロボだな。そうよ。特徴としてはゲームシステムが大きく変更されているところね。マップにマス目がなくなって360度自由に移動できるようになったり、精神コマンドにレベルが設定されたり、武器属性に新しいものが採用されたり、その他も様々な変更点があって斬新なスパロボに仕上がってるわね。プレイ感違って面白そうだな。そんな中ボスボロットはどんな感じなんだ？今作は2機しかいない貴重な補給装置持ちとして活躍できるわね。補給の仕様が変わって武器改造で回復量が増えるようになったんだけど、最大まで改造しても1回の補給で全回復しないのよね。その代わり気力の低下もなくなったから細かく補給してもデメリットはないわ。なるほどな。それならガンガン補給回す感じが強そうだけど、そうなるとずっと前線についていくことになるから、敵に攻撃されやすそうだけど大丈夫か？まあ精神が優秀だからそこそこ耐えられるし、余震場撃墜されてもボスボロットの修理費は安いから、ね。まあ、それも強みだもんな。ちなみに戦闘面でも光るものがあって、ボロットプレッシャーパンチが射程3の押し出し属性武器になってるわ。押し出し属性ってなんだ？攻撃を当てた相手を後ろに下げる効果のある武器ね。攻撃しながら距離を取れるわけか。そういうこと。この効果をうまく使えば相手を射程外に追いやって、反撃を受けずに戦うことができるの。賢い戦法だぜ。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやりましょ。ボスボロットも散々やられてきたことだしな。あとはこちらも新属性の突破武器、ボロットダイナミックスペシャル。移動しながらルート上の敵を攻撃していくわ。マジンカイザーのダイナマイトタックルみたいな感じね。文字通り突破していくんだな。
囲まれて移動できない時なんかに使うと気持ちいいわよ。まあ気力制限がちょっと高いし、ボスボロットの役割的にも意識して使おうとしないと見る機会がないかもしれないんだけど、戦闘演出が素晴らしい出来だからぜひ使ってほしいわね。ボスボロットの演出って作り込まれてるの多いな。スタッフからの愛を感じるぜ。続いては第3位、第2次スーパーロボット対戦 Z 再生編よ。確か第2次スーパーロボット対戦 Z は2部作の中の後編の方になるんだったな。今回のボスボロットは新マジンガー衝撃 Z 編から参戦しているわ。性能的には相変わらずの補給機ね。ただボロットなのに走行値が結構高いわ。そのためいつものボロット脆いという印象はないわね。参戦作品が違うとボスボロットも性能も変わってくるんだな。シリーズを通してみてもボロットとしては性能が高い方になるわね。改造すれば十分な戦力になると思うわ。ふむふむ、もう普通に運用できる感じなんだな。地形適応が悪いのでその対策は必須だけどね。本作はカスタムボーナスで補給装置の射程が増えるわ。補給による気力低下は解消できないけど、隣接しなくてもいいから足が遅いボスボロットにはありがたいわね。強みを生かすためにも補給スキルは取得しておきたいわね。できればダッシュも強化しがいがありそうだな。エースボーナスを習得すればサブパイロットと合わせてかなり優秀な精神ラインナップとなるけど、 HP 回復精神コマンドがなくなるので過信はできないわ。前線に出すなら底力は強化したいところね。プレイヤーの使い方に合わせた育成が大事そうだな。そして武装なんだけど変な奴がいるぞ。そう、必殺黒金五人衆はみんなの度肝を抜いたわね。ロボット対戦なのに人が生身で戦うシーンはインパクトがあったんだぜ。今まで他の機体を召喚するユニットはそれなりにいたけど、人間を繰り出すのはレアね。たくさんあったら困るぜ。この5人は宇宙だろうと生身で飛び出していくし、後の作品でも天元突破を果たしたり、使徒の AT フィールドを叩き壊せたり、それはもうすごい活躍をされているわ。演出上のこととはいえ突っ込みどころしかないな。何にせよ頼もしいことは間違いないのよ。ちなみにこのボスボロットはゴミで作られてないから、修理費が1000もかかるの。元祖ボスボロットの100倍か。そう考えると大事に使おうってなるな。それでも十分安いんだけどね。第2位はスーパーロボット対戦エイポータブルよ。確かスパロボエイポータブルはゲームボーイアドバンスの作品のリメイクだったと思うけど、今回のボスボロットはどんな感じなんだ？基本は補給担当って感じで移動力がないのが厳しいわね。あれ？それだと強くないんじゃないか？安心して、実は今回のボスボロットは改造を施すと、かなり攻撃力が高くなるのよ。隠し武器を取れば射程も伸びて空にも攻撃できるわ。フル改造後の攻撃力はマジンガー Z のそれをはるかにしのいでいたりするの。というか攻撃力だけならぶっちゃけ最強クラスなのよ。そうなのか？ゼロ距離メガビーム砲7700、赤破天鏡剣7800、ストナーサンシャイン7900、グレートブースター8600、そんな中スペシャルデラックスゴールデンデリシャスボロットパンチ8200となっているわ。主力級のメンツに並ぶ強さか。素直にすごいな。まあ陸適性が S だから地上では命中回避がいいけど、それ以外の地形適性は悪いし防御関係はからっきしなので、強化パーツでのフォローは必要だけど、最強のボスボロットを誕生させることができるわ。古い作品だけどちょっとプレイしてみたくなったぜ。栄えある第1位はスーパーロボット対戦 J よ。今作は OVA 版のマジンカイザーからの参戦なんだけど、文句なしに最強のボスボロットと評されてるわ。そんなに強いのか？補給装置に加え修理装置も追加され、ボロット正義の鉄拳はボロットパンチと比べ射程が4まで伸びて使いやすくなったわ。ボロットホームランで遠くの敵にも対応可能。消費が少なく高火力なボロットローリングクラッシュも追加されたわね。隙がない強さじゃないか。ええ、そうよ。しかもボロットなのに宇宙 A。 嘘だろ？普通に主力として使える強さよね。しかも改造費は格安ときてるわ。ここまで優秀になるとは。パイロットはもちろん3人いるし、覚える精神も使えるものが揃ってる。そして切り札として代名詞でもある自爆が武器としてあるんだけど、フル改造したら8750とめちゃめちゃ強いわ。一発限りの自己犠牲技だもんな。修理費が10で済むのもいいわね。途中からスパロボは精神コマンドに自爆がなくなったから、違った形で残してくれてるのは嬉しいな。ちなみに東映版新マジンガーまで合わせても自爆はほとんどしてないそうよ。そうなのか？その割には自爆するイメージがあるぜ。ウィンキー時代から修理費安いからって散々自爆させられてきてるから、そのせいでしょうね。つまり、スパロボプレイヤーのせいで定着したイメージなんだな。そういうことになるかしら。むごい話だぜ。
この後に出たスパロボダブルにもほぼ同じ性能で参戦してるんだけど、この2作でボスボロット弱いってイメージはだいぶ薄れたんじゃないかしら。それぐらい立派に戦えるボスボロット、ぜひ使ってみてほしいわ。というわけで1位はスパロボ J のボスボロットとさせてもらったわ。さて、歴代スパロボシリーズのボスボロットを見てもらったわけだけど、どうだったかしら？こんなに違いがあるとは思わなかったぜ。ボスボロットといっても色々あるんだな。バリエーションの豊富さも含めて面白い機体よね。今回紹介できなかった中にも優秀なボスボロットはいるんだけど、対抗馬が超優秀だったり出撃枠の関係だったりで、総合的に判断させてもらったわ。なるほどな。ボスボロットは愛されキャラだから、新しい作品でも、その存在感を発揮してほしいぜ。新しいスパロボ、そろそろ出てほしいわね。本当にな。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。